して今回は、マスペルの度数の計算の終了後の話をしたいと思います。度数の計算が終わるとこんな感じで出てきます。まあこの場合は結構安心したわけ、何もコメントもなく綺麗に終わってるんで非常に安心します。でこれを解析するのはどうすればいいかと言いますと、一つはまずちょっとまず、出力ファイルを見てみましょうか。いつも通り PWD としてこのファイルを開きます。そうするとこちらのようになりますね。それで、DOS なのでこの DOS、おそらく DOS カードだと思うんですけど、これを開きます。そうすると結果が出てきます。エネルギーがマイナス17から順番にたくさん出てくるわけですね。でトータルのアップダウンと、あとは相和の値が出てくるはずです。その後に、多量に各原子に対する原子に対して、出てきます。非常にたくさんデータがありすぎてまとめるのも大変ですね。トータルドスであれば、ここの部分をちょっと大変ですね、大変ですけど、ここからここの部分をこう処理してしまえばいいわけですけれども、パーシャルドスなどを分析するのは結構手が骨が折れます。かなりのデータですからね、たくさんありますよね。こんなにたくさんありますから非常に骨が折れます。でこれを簡単に分析する、キットが、無料で配布されています。それはこちらの、バスプキットというものです。こちらの方のを Google で検索していただいて、見つけることができます。今バージョン3ですね。私はちょっと古いタイプを使ってるんですけど、それになります。では、ちょっとやってみましょう。ターミナルをまず開いて、それで、これまだホームにつながってますから、こちらのものと同じにします。一つは、先ほどのこのニッケル鉄の計算したところを CD スペースのこう入れていただいて、ここをちゃんと黒くなると確認してエンターしてもらえばいいですし、他にもCD スペースのここの PWD と入力した後に出てきたものをコピーしてペーストしてもらってもいい、エンターしてもらってもいいです。その他にもこの部分でこのまま使ってもらってもいいです。今回はとりあえず別のものにしておきます。でバスプツールキットのインストール手順はちょっと今回省きますけども、ちゃんとインストールできるとディスクトップに、自己ファイルリンクさせることができて、このようにしてできます。でエンターを押すと、どの項目を選ぶかですね、ちょっとこれ改造してあるのでいくつか本来ないものもあるんですけども、このようになっています。で3はちょっとどうなってるのかは分かんないですけど、そうですね、このプログラムはいくつか改造してあって、どの入力ファイルが必要になるのかということ と、どの指定でどの結果が出てくるのかというのを作ってあります。例えば PDOS プロジェクティッド DOS だったら、入力ファイルのところには、DOS の計算の時にちゃんと言えばよかったんですけども、しまった、インカーでしたね。こちらのところのここの部分が、10であればパーシャル DOS になりますし、L と M を、分けて出力して、それをさらにもう一度、再構築し直すというのであれば、この L オービットですね、おそらく11番にするということになっています。で、こちらの改造したやつも、ものも、こちらの人に渡したんですけど、やめとくってことになりましたね。ちょっと残念なんですけどね。私が実装を使えなかったので、いけないんですけど、いろんな機能が、ちょっとだいぶ削れたというか、変わっちゃったかなっていうのも気がしますね。過去のもダウンロードできるかもしれないんですけど、無理ですね。こんなふうになってます。
いくつかはちょっと変わってますね。まあスーパーストラクチャーができるようになったらいたりとか、いくつか便利な機能も増えたりはしてますね。バンドストラクチャーがなくなってるのかな。ちょっとそこは見なきゃいけないですけど、ああここにありますね。プロジェクトバンドストラクチャー、プロジェクトバンドストラクチャーも出てますね。なかなか性能が上がってますね。ここ、あ、性能だって、ここにもありますね。失礼しました。まあ、そういうふうにして、まあ、バンド分散も扱えるようになってます。で、入力は簡単でして、これを使えば、あとは、もうここに書いてある数値を入力するだけです。例えば、トータルドスターだったら11番ですね。11番としてエンターします。そしたら、スピンかノンスピンか聞いていきます。まあ、自動的に、認識させるようなプログラムを作ってもよかったんですけど、まあ、この場合は、作るの時間がなかったんでこうしてるだけですね。で、まあ2って書いてあるの2なのでスピン入れます。2と入れます。でこうします。そしたらそこにここに書いてあるように t.dot っていうファイルと itos の .dot っていうファイル .dot.dot っていうファイルができてます。ここにできてますね。じゃあちょっと簡単に見てみましょうか。まずターミナル開いて、まあ実際にプロットするときにはイゴールなどを使ってもらえばいいんですけども、例えばニュープロットなんかはよく Linux に入ってて、こういうふうにニュープロットと GNU プロットと入れてエンターを押して、でプロットと書いてこちらのものを入れて W で with line とラインまたは W スタンダードの WL とスペース L と入れます。そうするとこのようにして結果が出ます。このように得られます。まあいいんじゃないかなと思います。で、ここで見てみるとダウンもありますね。それで、今どうしあのコラボしてする場合には U ユージングなんですけど、 U の、1コロン2ですとアップで、さらに、これを追加してしまえばいいんですけど、前回のにプラスして3と、あっ、しまった3と、あ、うまくいってませんね。ちょっと失敗してます。すいません。何かを間違えてるな。あ、これですね。このようにすると、結果を出すことができます。ちょっともう一回やりますね。もう一度やりますね。すみません。指定しています。まずやり方は、プロットの、すみません。ちょっとここはロケハンしとけばよかったですね。で、ユーズングのコラムの1と2まず使ってラインが来ますよと。で、もう一回、同じファイルの今度は、1と3のコラム。で、見ますよと。で、そうしますとこのように出てきます。それで、これ重ねてみたいという場合もあると思います。その場合には、まずカーソルで上で前回のものを出してここの中を書き換えます。括弧にして、あ、すみません、こういう括弧じゃないですね。ここの中を括弧にして円マークの3でつけるって括弧に括弧でくくって円マークの3で数式を書き込むことになります。でこのように例えば進めますとこういうふうにして、値計算した値をプロットすることになります。でこの幅 を変えたいという場合は、横幅を変えたいという場合は例えばセット x レインジと入れてで括弧でマイナス10からコンマの5ぐらいまでで括弧閉じとしますと、変わります。でまだちょっと反映されてないので反映させるためにリプロットと入れますとこういうふうになります。でこのようにして、トータル度数見ることができます。まあ、実際には先ほども伝えましたようにここのファイルのファイルを、イゴールで読み込んでいただければうまくいきます。では次に、もう少しだけちょっと違うのをやってみましょう。ちょっとうまくいくかどうか分かんないんですけども、毎回やってみて、今度はこの13のものをやってみましょう。この13、131、132は多分私は改造したので皆さんじゃないので
例えば13します。で、スピンなので2とで書いてある。で、The Number of Atom の、どの原子のやつをプロットするのかっていうのが出てきます。で、それを指定します。例えば1番だったらニッケルですから、鉄ですからここにすると。そしたら鉄の部分だけが出てきます。で、出力されているのはこの名前のもので出てきているということですね。ごめんなさい、鉄ではないですね。すいません、失礼しました。ポジションからでちょっと調べてみましょう。グダグダで本当に申し訳ないです。ここに書いてありますね。ニッケル鉄だったので、この最初の1番目のニッケルが出てきます。鉄にしたければ32番ですね。はい、ちょっと練習のためにもう一度やってみましょう。13番で2で、これで、32番ですね。これが鉄ですから、鉄のやつ出してみましょう。で、LM ドスト、これが鉄になりますね。で、プロットのアップダウン、アップだけで出してみましょう。ウィズ L で。ちょっとうまくいってないですね。なんかちょっと間違ってるかもしれないです。見てみましょう。いくつかコメントも書いてありますね。すみません。ここも改造した結果ですね。本当に申し訳ないんですけど。皆さんのや、多分こんな風には出てこないんですけど。で、改造するとこういう風に出すこともできます。こういう風に出力させて、どんな結果が出ているのか。ということです。出力されているファイルは、ここの部分は改造されているのはですけども、エネルギーと、そしてスピン S 軌道、P 軌道、D 軌道というふうに出てきて、結果が出てくるようになっています。ちょっとすみません。非常にぐたぐたで申し訳なかったんですけども、とりあえず、状態ミスが出てきた場合には、このバスプキットを使っていただいて、それで出力して、プロットソフトなのでプロットしていただければいいということですね。今回は以上で終わります。次回はバンド計算、バンドブースターの計算したいと思います。